石戸山は、石川県白山市と福井県大野市にまたがる、標高1629メートルの山、下越国境に位置する両白山地の山で、白山国立公園、恐竜渓谷福井勝山ジオパーク、奥越高原県立自然公園内にある、越前鉄道勝山永平寺線勝山駅の東15.3キロメートルに位置する、雪解けの時に山肌に、 うさぎの形の地肌が出ることが三名の由来と言われていたが、その形の位置は確認されない。うさぎのような丸みを持った女性的ななだらかな山陽が三名の由来とされている。白山火山帯に属し、山頂は安山岩からなる。山頂の南側にはうさぎ平と呼ばれる平坦な場所がある。山頂の東側の赤うさぎ平には高層湿原があり、赤池の他に、 多くの地頭がある。山頂の北東にある小原峠は、かつては、勝山市と白峰村との間を物資を運ぶ道として利用されていたが、現在は、廃道となっている。新緑の5月から紅葉の10月までが登山に適する時期である。各方面から、登山道がある。1968年の福井県で、第23回国民体育大会の時に、 登山道が開設された。山頂部には山東三角点が設置され、山頂から白山を中心とする両白山地の山々を望むことができる。関戸山の東にある関戸避難小屋。円形は別山と山の峰登山道周辺には無人の避難小屋がある。最寄りの山小屋は関戸平のすぐ東の高台ある関戸避難小屋である。南東の大野市の丹、道谷と 内並川出会いの登山口には、鳩が、湯旅館がある。その上流の過去池の小池公園には、キャンプ場がある。山頂東の赤うさぎ平ヤの高層湿原では、岩井町、金庫家、毛仙五家、岩勝負、ヤキスゲ、宮間ホタルイなどの植物の多白山尺投げ、大場筒子、峰柳等の肝とるいが見られる。山腹は、うなばやしが多く、湿地には、流金花等が見られる。 山頂周辺は、大米筒子や七か窓などの低寒木に覆われ、千島笹の矢部のところどころに、青森とど松がある。また午前立花、黒薄子、小牌形草、日光木げなどの植物が見られる。北岳から望む白山と、別山北側の関戸山へと尾根が伸び、両白山地の主猟線の山の峰を経て、白山へと続く白山から望む関戸山と、大長山園系は、 農業白山、荒島岳市、へこ山白山山地の山の峰から伸びる枝尾根の西南西にある山である。大長山との安部には小原峠があり、その北北西には狩安山の小ピークがある。京ヶ岳との間には大船山の小ピークがある。東隣の標高1530メートルの小ピークは裏関戸山と呼ばれている、以下が源流となる河川で、 日本海へ流れる、ありがとうございます。